よし、行くぜー。やろう。必ず家から出た途端に、その廃棄していた車が大変よく通り過ぎるやり方。キャー、危ねえ。はぁーっと。長見ひなげしは多分ない。あー濡れる。長見ひなげしはドクダミみたいなのがある。あー多分草の状態で生えてますね、この部分。よく長見ひなげしが咲いたりする場所です。はい、じゃあもうおしまいにしましょう。はい、実技訓練終わりですかね。Thank you.